どうもしゅんです、こんにちは。ということで、あの引き続きパーカー君に今出演していただいてるんですけども、今日はですね、はい、あのインスタのストーリーでパーカー君に聞きたい質問をしゅんダイアリーのアカウントで募集したので、大学生のお悩み回答および、まあ、僕から聞きたいことをパーカー君にいろいろお聞きできたらなと思ってます。よろしくお願いします。 ありがとうございます。さっきの面接動画で緊張して一切喋れてなかったんで、はい、こっちの方がちょっと落ち着いてリラックスしてお話できるかなっていう感じで。確かにね。じゃあ視聴者の方から募集した質問をあのいろいろお聞きできたらなと思ってます。 ありがとうございます。じゃあまず一つ目です。まあ何回も聞かれてるかもしれないんですけど、どうしてぼっちになったんですかという質問です。ああそれ全然自分の中であのこれっていう答え全くなくて、生まれながらにしてというか、日本人として生まれたみたいな感じで、気づいたらぼっちとして生まれてきたみたいな、そういう感じだったかなっていう。あ、でも今ちょっと思ったのが、うん、大学入るタイミングで一人でこういろいろ生活するのはありなんじゃないかっていうのをふとこう思って、うんうんうん、そっから多分あんまり友達を作るとかっていうのに積極的にならなかったっていうのが思い出しました。小中高はぼっちじゃなかったの？普通の友達の輪にちょっとキョロキョロしてる陰キャみたいな感じです。いやあ、そうなんだね、うん、でも大学ってさ、てかぼっちの方が多くない？そうですね、はい、まあ、全然やれちゃうというか、ね、なんなら一人の方が楽だしね、大学とかね。そうですね、はい、ね、じゃあ続いての質問です。なぜ神戸大学から室蘭工業大学に編入したんですか？そうです、これはもう本当にふわっとした理由なんですけど、 YouTube をまあある程度こうやりながら、まあ大学生としてまあ適当に授業を受けてるみたいな感じだったんですけど、うん、今後自分はどういうことをしていこうかなっていうのを考えた時に、もともと興味のあった宇宙分野で仕事ができたらなっていうのを思ってて、うん、まあいろいろ宇宙のことができそうなこう道を探してたんですけど、うん、たまたまあの室蘭工業大学さんがロケットの開発をそれ積極的にやってるっていうことを見つけまして、はいはいはい、でちょっと行けるんじゃないかっていうことでちょっと行ってみたっていう。いやマジ行動力ありますねじゃあ結構思いつきだったってことですね。まあそうですね、もう思いつきですね、はい、でもまあまあフローあるよね編入ってね。そうですね、はい、まあそこから勉強をちょっとやって、まあ入れたっていう。でも両立してたのすごいですね、 YouTube と。いやでも実は急に何も言わず3ヶ月くらい投稿してなかったんで、うん、両立あんまできなかった。俺やんだのかなと思ってたわ3ヶ月くらい勉強してたんだね、そんな。まあそうですね。じゃあ続いての質問です。YouTube を始めたりいきなり転入したり、行動力が陰キャじゃなくないですかっていう質問なんですけど、行動力が陰キャっていうワードあるんですか初めは多分そんなにこうダイナミックな挑戦とかっていうのはできなかったと思うんですけど、なんかもう YouTube やって感覚バグってきてるだけだと思います。普通 YouTube でなんか顔を出して喋るっていうのも普通の人からしたら抵抗あると思うんですけど、はい、単純にもう感覚バグってきてるだけなんで、はい、全然いいことでもなんでもないと思うんですけどまああれですよね、内向的とかは変わらないですもんね、どんだけ行動力あっても。まあそうですね、ありがとうございます。で続いて、そもそも自分の興味のあることをどうやって見つけたのですかっていう質問です。そんな宝探し的な感じでなんか穴掘って見つけたみたいな感じじゃなくて、どんな人でも多分なんか興味のあることって多分あると思うんですよね、うん、それこそ一日中休みの日に本当にもう石のように立ち止まってる人っていないじゃないですか。なんかスマホ見てちょっと趣味の野球見たりとか、欲しい服を見たりとかっていう、多分何かしらめちゃ人してると思うんですけど、単純に僕もそんな感じで宇宙のこともこれをなんか仕事にして宇宙開発を発展させたいとかっていう思いよりかは、単純にちょっとなんか面白そうなんでやってみたみたいな軽いノリ的なことなんで、うん、はい、全然そんなところでしたねやりたいことにしたとしては、はい、まあ、ちょっとでも興味あったらやってみるっていうことですかね。そう、はい、なんかまず多分見つけようと思って無理に見つけるっていうよりかは、自分が本当に心の声を研ぎ澄ませば少しでも興味のことあると思うんで、まあ、そこに入ってみて、あんまり面白くなかったらすぐやめてみたいなのを、まあ、繰り返していくうちにちょっと一個深掘りできそうなものが見つかるっていう感じだと思うんですよ、うんうんうん、確かにねちっちゃくやってみるっていうことがね。じゃあ続いて、周囲の女子大生から、絶大な人気だと思うんですが、正直モテますかという質問です。全然そんなことはなくて、いつ女の人と喋ったかも思い出せないぐらい本当に感じなの。はい、そうです。
いやいやいや、でもこの間さ東京韓国来たじゃん1年前ぐらいに、はい、めっちゃ声かけられてたじゃん。そうでしたけど全く覚えてないんですけど、はい、でもまあ多分それかっこいいから声かけるとかそういうことじゃなくて、単純にパーカーやってるので、はい、人気というよりかはちょっと喋りかけてみたみたいな人が、まあ、もうありがたいんですけど、それとなんかモテるみたいなのはまた別の話かなと思うんですけど、なんか彼女欲しいなとか思ったりするんですか。いやでも逆にこのままずっと進んでいくのもありなんじゃないかと思ってて、ね、そこにみんなこう行くんで、逆に人がやらないような方向性に行く方がちょっと面白いことが起こるんじゃないかっていうので、はい、頑張ってます。頑張らないことを頑張るっていう感じよね。なんかまああんまりそこにあんま価値を感じないっていうか、いやマジ Z 世代よね、はい、分かんないですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃ続いてです。人前で話すのが苦手で面接が下手くそです。どうしたらいいでしょうか。そうです。それは僕も一番悩んでるところなんで、それに関しては全く答えられないっていうのが結論なんですけど、逆にそういう面接とか人前で話すみたいなのって得意でした。いや僕もめちゃ苦手ですよ。もうコメント欄でめっちゃ叩かれてましたもん最初の頃。でもちょっとずつ上手くなるんですけど、はい、バカず踏めば、はい、でも今なんかもうすごい就活生がみんな見るべきチャンネルになってるじゃないですか。なので、逆にそういう人に対してどういう、多分しゅんさんの方がアドバイスできるかと思うんですけど、でもバカずじゃないですかね。いっぱい失敗していっぱいいろんな人から意見を聞くっていうのが一番いいと思います。確かにそうです。僕も YouTube 始めた頃は初めて生配信したことがあったんですけど、うん、10人くらいで多分来ていただいたんですけど、コミュ障すぎて僕が全く何も喋れずに全く無の空間が流れ続けるっていうような配信だったので、まあ、それに比べればちょっとだけ話すのがマシになってきたかなっていう。いや絶対そうよ。てかパーカー君めっちゃ全然コミュ障じゃないしね、なんかだからまああれですよね、どうしたらいいですかで言うと、まあ、失敗前提で場数を踏みましょうっていうところですかね、はい、そうですね。失敗したらまあその時はきついですけど、まあ、時間が経てば何ともないっていうことが分かってると思う、うん、確かにね。その就活うまくいかなくて自分の長所とか何もないなと思ってる人に対してのアドバイスとかってありますか。そうですね、死んだらもう別に今どんなにみすぼらしかろうがどんなに惨めであろうが一緒じゃないですか誰でも、うん、宇宙の壮大なスケールに比べれば、まあ、自分の存在の小ささを実感しつつ、うん、逆